専務の大塚一チャンネル始めます。スーパーに行かれたんですよね。そう日本のね、日本の食材が寂しくなってる頃なんで、だからちょっと行ってきました。では今から日本のスーパーマーケットに行きたいと思います。日本人の西さんに、紹介してもらいます。チャンベイの西木田と申します。よろしくお願いします。じゃあ行きます。アジアマーケットの書いてあるそうです。では行きます。あ、すげえ。焼きそばがある。じゃあ、なんか欲しいもある。リスさんニンニクチューブを探してまして。ニンニクチューブどこにあるそれ。え、はい、あ、これね。じゃあ僕が買ってあげますよ。2020年2月4日やばいやん。今日は2月8日8日切れてるやん。食べれちゃう。そっちは生姜は1月9日食べちゃう。さらに1ヶ月前やめよう。本当に気をつけなきゃいけないですね。 あと欲しいもんないんだ。あと僕は白だしを、うん、ああ消費期限は大事。7月28日、まだ大丈夫。じゃ半年。じゃあそれ行こうか。小豆なんてあるの？甘いものがすごい欲しくて、小豆食べたくて、で実はね、富山から一つだけ七越持ってきたんよね。白玉粉を作ってぜんざいにして食べたんだけど、もうほんまに一番うまかったかな、こっち来て。小豆、小豆欲しかったな。これ小豆なんかな。いや、これは違います。ぽいけどね。なんかじゃあ買います。せんべいとのど飴と白だし買います。輸入に頼ってるからやっぱ食品は高いんだけど、なんかね、でもその辺の屋台みたいなところで食べるとめっちゃなんかうどんみたいなのが安かったりする。40円とか。物価は安いね。タクシー乗るとちょっと5分ぐらいのところ、5分10分ぐらいのところ行ったらだいたい40円ぐらい。このものを見て、なんかもう懐かしいなとかそんな感情になりました。もうめっちゃ懐かしいなと思ったんだけど、小豆もなかった。だからちょっと知り合いに言って小豆送ってくれって今言ってる。航空便で。